はい、皆さんおはようございます。にゃんたチャンネルのにゃんたです。お久しぶりでございます。今回はですね、九州三大祭りの妙見祭っていうお祭りがあるんですけど、それが熊本県の、八代市の方で、本日開催されてますので、今からちょっと行ってみたいと思います。ということで、現地に着いたらまた撮り直します。時飛ばし、あいいね、屋台祭りのラーメンはいいわ。ラーメンじゃない、うどんや。八代妙見祭の演舞の見せ場、土佐市の河原から実況生中継でお送りしてまいります。これからの時間は八代妙見祭のユネスコ無形文化遺産登録5周年を記念して、特別企画熊本城おもてなし部招待妙見の陣をご覧いただきます。戦乱の世を駆け抜けた九州の名だたる武将たちが日の本を盛り上げるべく現代の熊本城に集結。熊本城副城主である加藤清正公を筆頭に、加藤清正とゆかりの深い大名と家臣で構成されたもののふ集団です。本日は熊本城から加藤清正公、細川忠興公、小西行長公、八十姫、そして八代城城主松井沖長公の5名に来ていただきました。熊本城おもてなし武将隊妙見の陣です。それでは皆さん拍手でお迎えください。お写真撮影、動画の撮影、ご自由となっておりまするので、拍手
私の合図で武将様方をこの場にお招きしたいと思います。私がこの後熊本城おもてなし武将隊いざ出陣王と申しまするので、皆様は私の王の声に合わせて拍手をお願いいたします。できればこちらの川岸の反対側にしっかり聞こえるように大きな拍手お願いできればと思います。それではご準備もろもろよろしゅうございますかな。皆様拍手のお手のご準備していただきたいと思います。それでは武将様方を呼び込んでまいります。熊本城おもてなし武将隊いざ出陣王拍手。させていただく。まずは我々のおもてなし演舞、とくとご覧あれ。
民は不要なり、我意欲義欲はありとも天に従い天に通じる千年が選び尽くす上田の臨前本日出来上がんなり。世の治安、身の清水、天地の変、いずれも計りがたいものである。など、この世に憐れむことなく、己が人生を全うせよ。わしも、物の不としていずれに一分がある。いや、我が名は、肥後国、熊本城初代城主、加藤肥後守、肥後守じゃ。文武ともに極めし我が生涯、それすなわち太平の世のため、民がため、画領のごとき賢人の咲かせてみせるは先人恥なき世々の人々。わしが武前小倉城城主にして、義母細川藩細川忠興にある。民と共にこの歴史ある伝統文化妙見祭を盛り上げてまいったわけにございまする。今現在ではユネスコ無形文化遺産50年という歴史を誇っておる。誠に皆様方のおかげでございまする。ゆえに細川家松井家にとって一致も切れぬこのゆかりのある祭りでございまするが、この八代にはこの目と鼻の先に加藤家ゆかりの寺もあるというふうに聞いておるんだから、清正殿。そうなんじゃ。皆その道をギャラ行ってギャラ行ったらな、宗覚寺という日蓮宗のお寺がござる。ここはわしの息子次男坊じゃな、そして八祖の兄お兄ちゃんにあたる忠政の墓がござる。この者は病にて弱い心つにてこの世を去ってしまったわけなんじゃが、その後はずっとここで供養し続けてくれておるお寺がござるのじゃ。ぜひともな、みなみな時間あらば総閣寺にて手を合わせていただければと思う次第じゃな。まあかようにして加藤家もゆかりが大変この八代にはあるというわけなんじゃ。あれ、小西家は足の雨に決まっておるじゃろう。麦島城は小西行きながら築城いたしました。皆さん、ね、時系列で説明します。ちょっと皆様、下がってください。下がる。まずはこの八代に最初入ったのは拙者小西行長、ね、小西行長がここら辺を押さえておりました。その後
駿河原の合戦後加藤清正公、加藤清正公加藤家だ、加藤家が八代を治めておりました。その後ね、息子は感激されたんだよこの後ですよ、細川家、細川家と言っても息子が忠敏殿が熊本を治めました。この細川忠敏は隠居しました。八代に隠居したんだな。その後松井沖縄でございます。皆様、しかし我々熊本城おもてなし武将隊には松井沖縄殿をよみがえっております。何故今日稲田忠彦ないのか、ちゃんと呼んでおるんじゃ、この場に招いておる。何だって、何だって知ってるだろ。何故最初から出さん、ね、八代殿、どうしようか、どうしようか、八代殿、どうそうして、まあ、せっかくだから大事に喋っとるじゃろう、今今喋っとるじゃろう、喋っとるじゃろう。八代殿、上司として皆様方、子供ほら、来まそう、なんでわしだんじゃ今喋っとるじゃろう、今だから、松代明らかなのも、うん、登場させなきゃんか、まあ、じゃあ、まあ、じゃあ今から呼ぶから、皆様方盛大な拍手で迎えてくださりませ。それでは、松井沖野が出てまいれ、拍手をお願いいたします。改め名乗りを上げよう。はっ、我が生涯をかけて使いし細川家主君の恩義を守ることこそが我が使命なり、たとえこの命尽きようと主君の道を正すため降りかかる火の粉は全てはっ払ってみせようぞ。拙者が細川家筆頭家老にして八代城城主熱い沖縄でやる。皆様方、熱い沖縄復活でございまする。どうぞよろしくお願いいたします。では八代城城主としてここに集いし皆々に一言申し伝えるんじゃ。はっ、まずは皆様方、拙者この体でよみがえり初めて八代に凱旋いたしました。こちらにおられる細川忠興様が今の妙見祭の原型を作り、我ら松井家が祭りを守ってまいりました。そしてその場が市民の皆様方のおかげで守り継がれてきた妙見祭に戻ってくることができ、誠に嬉しい限り、皆様方ありがとうございまする。拙者松井沖縄、先日の下月2日によみがえったばかりではあるが、この祭りを盛り上げる気持ちは誰よりも強い。ゆえに皆様方、最後までよろしくお願いいたします。おひなが、どう申した、気合が入りまくっとるの。聞いたことないぐらいの覇気があったぞ。主催者挨拶みたいだったな。じゃあこれよりはな、5名揃ったということで、5名で演舞を行うのはいかがじゃ。清正殿、一人この言った、では沖縄よ、共に盛り上げてまいるぞ。それでは皆様方、最後まで共に盛り上がってまいりましょうぞ。我々の演舞とくとご覧くださりませ。
ていただけないので何よりじゃが、せっかくでござりまする。この方、写真機のご準備をお願いいたしまする。我らの姿を収めていただきたい記念撮影の時間でございまする。では写真機のご準備よろしいかな。では始めてまいる。熱き思いをこの胸に、我ら熊本城を照らす武将隊へ。さあ皆様方、遠慮なくカシャカシャ言わせ。では方々に目線を配ってまいろうかな。わしらから向かって右手側。いませんけど。おる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 。おる。抜きすぎだ。あ、こちらですね。さあ、こちらの方もぜひとも写真撮ってくださりませ。さあ、よいかな。では続いて反対側。さあ、手振ってくださっておるな。ありがとうさんじゃ。そう、取りすぎよ。取りすぎだな、どれ消せばよい。今は取りすぎてな。じゃあ、よいかな。では今一度正面向いてまいろう。残り5秒といたそう。残り5、4、3、2、1、しまいにございます。ありがとうございます。皆様方、さあ、しまいの時間がやってまいりました。これよりは我ら流の締め方、勝ち時にてこの場を収めてまいる。勝ち時の説明を沖縄よろしく頼む。は、承知いたしました。それでは皆様方、この後忠興様が勝ち時じゃそれと号令をかけまするゆえ、皆様方は声を出さずに、えいえいおおと至り拳を天高く突き上げてくださりませ。それでは皆様方、拳の準備よろしくお願いいたします。では殿、お願いいたします。ん、それでは始めてまいる。ここに集いし皆様方のさらなるご多幸、そして八代妙見祭の盛況を祈願いたし、勝ち取りだ。それえいえいおー、これにて我らの時間は姉妹と相なる。この後も八代妙見祭、最後の最後まで楽しんでいってくださりませ。我らの時間最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。ございます。翌日に持ち越しちゃった。
昨日ね、おもてなし武将隊まで、見て、で、その後ね、ちょっとね、画面、まあ、キラですね、見る前にもうちょっと帰っちゃったんですよ、もう疲れ果ててですね。なんで、そのガメちゃん、キラっていうんですけど、もう動画は多分ケンタロウさんの方に上がるのかな、かもしくは多分上げてる方いると思うので、あのどうしても見たいよっていう方は八代妙見祭ガメもしくはまあキラって入れれば多分出てくるので、そちらですいませんお楽しみください。あの来年はね必ず見に行こうと思います。でもね、あの久しぶりにあの祭りの空気感っていうのに触れられて、すごく、まあ、YouTube の撮影ねって言ってもね、すごいリフレッシュできました、来年もね本当にまた行きたいと思います。でガメちゃん最後まで見たいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。